と先は夕張のあの月の心にかかる雲なく恋待つ
過ごさせてもらったんですけれども、今年の新作を、この夕張で見てもらって、明日から、札幌よさこいソーランに出かけていきたいというふうに思ってます。実は3年前にここに寄せてもらった時にもうずっと今探してるんですけれども、あ、ご苦労さんです、ご苦労さんです、北海道警察ご苦労様です。なんか捕まんのかなと思っていや、ご苦労様やなと思って、はい、はい、ご苦労様です、はい。もしおられたらね、今村君の今村先生が言うとったよって言ってほしいんだけども、3年前ここに来た時に、今6月ですから3年前、去年、一昨年ですね、2年前なのかな、2年前のここでこのライブが終わって、ちょっと細いね、おばあちゃんやと思うんですけれども、市営住宅っていうんですかに住んでて、春に息子を亡くした。で、今一人で、市営住宅に住んでて、おばあちゃんがね、僕の手を握ってね、涙ボロボロ流してね、もう生きていく勇気がないねんと、もう死のうかなって思ってたって。僕もまあ息子がいるからね、その気持ちはすごい分かんねんけども、もそのおばあちゃんが僕の手を離さずにね、あんたら来年来てくれんねったら頑張って生きるしなって言うてくれたおばあちゃんがいてたんですよ。ちょっと細い背の高いおばあちゃんやったんですけども、で去年雨で、あ、おばあちゃん来てないなって思って、で今年そのおばあちゃんに会えるのかなって思って、楽しみしてたんですけども、このコラボそうなんです。学校に行ってない子、行けてない子いっぱいいます。みんなこうやっぱ傷ついて、それでも頑張って生きていこうと思ってます。そういう意味では夕張の人と僕らは一緒なんじゃないのかなと思います。僕らは何にも立派なことをやってるつもりはないです。なんで踊りに来んのやって、札幌来たら近くに夕張があるから、それだけです。喜んでくれはるから、それだけです。だから迷惑じゃなかったら、ずっと来たいなっていうふうに思ってます。この頃に